こんにちは、こんばんは。ヘロの数学チャンネルです。今日はローグライクのダンジャンをどうやってランダムに作るのかを実際に作りながら解説します。前回作ったプログラムがあるので、これを改造していく感じですね。予定としては今回で完結のはずだったんですが、ダンジョンのランダム生成の説明が思っていた倍ぐらいに膨らんでしまって、すべてを一つの動画に詰め込むことに無理が生じてしまったので、ランダム生成以外は次回に繰り越しとなりました。この部分を楽しみに待ってくださった方はガチでごめんなさい。ただその分、今回とても濃い深い内容となっているので、ぜひお楽しみいただければと思います。さてまずは、ダンジャンに求められる要素を書き出していきましょう。まず部屋がいくつかあって、で、通路がすべての部屋につながっていて、で、階段が一つありますね。となれば、最初に思いつくのは、乱数で適当に部屋をポンポンポンって置いていくやり方っすね。このやり方は部屋を置くまではいいんですけど、通路を作るのが難しいです。通路を適当に乱数で作っちゃうと、なんか汚いダンジャンになるし、階段のある部屋が孤立しちゃって、ゲームが進行不能となる場合もあります。だから、ランダムではうまくいきません。そこで、BSP という手法を応用して、必ず全ての部屋が繋がっているダンジャンを作ります。これは、バイナリースペースパッティショニングの略で、くっそざっくり言えば、区形を分割する手法ですね。で、この BSP の結果を部屋割りとして使うと、うまく全ての部屋を繋げられます。本当にそうなるのか実例を見ていきましょう。まずダンジャン全体を覆う R という区形を用意します。で、この R をランダムに二分割します。この場合は R の子供として RA と RB ができます。で、これだけだと2部屋しかできないから再帰的に分割していきます。つまり RA と RB も二分割します。するとそれぞれの子供ができます。で、この4つの区形をさらに二分割となるはずですが、4つあるうちの RBB しか分割できていませんね。これはなぜかというと、あまりにも小さい区形ができてしまった場合は、中に部屋を作れなくて、部屋割りとして使えないので、捨てているからです。これで BSP による分割が終わりました。これが部屋割りなので、この中に部屋を1個ずつランダムに作ります。ここから伏線を回収していきます。まず、RA の中にある部屋と RB の中にある部屋を一組選んで、通路で繋げます。この通路は必ず引けます。他の部屋にはぶつかりません。どうして断言できるのかというと、まず境界線上には部屋がないから、ここには必ず通路を引けますね。で、境界線に一番近い部屋を選べば、この通路も必ず引けます。遠い部屋を選んじゃうと、このようにぶつかる可能性があるので、一番近い部屋を選んでください。で、RA と RB を必ずつなげられるということは、今の説明で納得してもらえたんじゃないかと思います。で、こっからが本番で、今の説明って再帰的に行えるんですよ。どういうことかっつうと、今説明したのはこの2者の関係なんですが、グラフの他のところでも似たような関係がありますよね。なんと、その全てで同じ説明ができます。例えばじゃあ、RAA と RAB を必ずつなげられることを説明します。なんとなく気づいたんじゃないかと思うんですけど、余計な部分を隠すと、RA、RB の時とやることがほぼ同じなんですね。境界線から一番近い部屋を一組選んで、あとは繋げるだけです。違うのは部屋の個数と境界線の向きだけですけど、部屋の個数は結局一番近い部屋を選ぶんだから、10個だろうが100個だろうが関係ないっすよね。境界線の向きも90度回転したらこれやってること同じだから、こちらも問題ないです。このように違いを無視できるので、RA、RB の場合と全く同様に説明できます。他の全ての関係も同じく説明できます。だってこいつらの違いって部屋の個数と境界線の向きだけだし、しかも今説明した通りその違いは無視できるからですね。さて、やっとここまで来れました。最後に全ての部屋が繋がっていることを説明します。部屋はグラフの底の区形に1個ずつ作ったんだから、こいつらが繋がっていることを説明すればいいんですけど、とりあえず今確定していることを整理して書きましょう。同じ親を持つ部屋は今まで説明してきた通り必ず繋がっていますね。それを実践で表しておきましょう。で、RA の中にある部屋と RB の中にある部屋を一組選んで繋げたじゃないですか。つまりこのような実践が必ずあるわけですね。この6パターンのどれかは必ずあるわけです。今回の場合は RAA と RBA ですね。さて、あとはこの2つのグループが繋がっていることを説明すればいいですね。それももちろんできます。通路を作るときに RBA と RBB の中にある部屋を一組選んで繋げているはずなので、この2パターンのどちらかは必ずあるはずです。
今回の場合は RBBB につながっていますね。さて、図形的な説明に甘えてはしまいましたが、これで全ての部屋がつながっていることを説明できました。BSP で分割した区形であれば、どのように分割したとしても、今の説明が成り立つはずです。さて、ゲームに組み込んでいきましょう。まず、タイルを小さくして、画面全体を見渡せるようにします。そんで、さっきの区形をおもむろに乗っけます。イメージとしては、牛丼チェーン店のマグロたたき丼ですね。前回作ったゲームに、区形のクラスを乗っけただけです。さて、まずは、ランダムに部屋割りをして、その中に部屋を作る、というプログラムを書いていきます。まずは、部屋をクラスで表します。そして、部屋割りから部屋を作る関数を書きます。その関数で作った部屋を図示すると、こうなります。部屋割りの中にランダムに部屋が存在するのがわかりますね。あとはこの範囲にある木を伐採すれば部屋が完成します。では動かしてみましょう。区形を分割して、部屋を作って、で、部屋の範囲を伐採する。できましたね。あとは通路を引けば、ダンジョン完成です。プログラム的にはめちゃくそめんどくさそうに見えるんですけど、よく見ると動画の前半で説明したことを順番にやってるだけです。区形の中にある部屋をすべて求めて、で、境界線から一番近い部屋 N0、N1 というのを求めて、あとはループで1マスずつ通路を引いています。では実際に通路を引いてみます。まず区形を分割して、部屋を作って、で部屋の範囲を伐採して、あ、これ先に通路引いちゃいましたね。まあ順番は関係ないので、気を取り直して完成です。せっかくなのでいろんなダンジョンを作ったり、作ったダンジョンを探検してみたりしました。さて、今回はここまでです。ここからは私ごと、近況なんですけど、最近急にチャンネルが伸びまして、今まではコメントをいただくたびに既読がてらハートをつけさせてもらったり、返信を頻繁に行っていたりしたんですけど、まあ、それが追いつかなくなってしまいました。まあ、それでも流し見ならなんとか間に合うので、全部読ませていただいてます。マジで励みになります。またこれまで通り、質問には可能な限り答えていきます。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。